こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日もですね、ちょっとね、顔出しせずに音声のみでね、まあ配信しようかななんて思うんですが、まあうつ病がね、すごくね、ひどくなってくると、なんかね、こう、自分なんてね、もういない方がいいんだとかね、まあ死にたいとかね、そんなようなね、言葉をね、発するようにね、なってしまったりね、するんですが、まあ自分もね、家族がうつ病だった時に、まあ何回もね、まあ死にたいってね、言われたことあった時に、まあ死なないでってね、まあ最初の頃は言ってたんですけど、それがあまりにもね、続くとね、まあ本当にね、死んじゃった方がね、この子にとっては楽なんじゃないかなんて思ってね、冷たくね、あしらって、そんなに辛いならね、死んじゃえばいいじゃんみたいなね、本当にね、冷たくこう言ってしまったことあるんですけど、実際ね、自分がね、なった時に、やっぱり死にたいっていう言葉をね、出している時っていうのはね、まあ死にたいくらい辛いっていうようなね、そんなね、ことをね、まあ伝えたい。まあ本当に死にたい。本当にね、死にたいってね。まあ心から死にたいなんてね、思っていたらね、多分ね、すぐね、死んじゃうと思うんですけど、まあ死にたくない。まだ生きたい。まだね、これからやりたいこともね、たくさんあるはずだっていうようなね、心のね、どっかにあって、それで、まあだけど、死にたいくらい辛いんだよってね、ことをね、伝えたい。っていうことがね、まあ一番なのかなーなんてね、そんな風にね、思ったりもね、しました。まあ自分もね、今ね、本当にね、こうやって動画をね、配信している自分ってね、実は本当にね、偽りの自分なのかもしれないし、笑顔でね、一生懸命やっているのはね、かなり無理してんのかなとかね、いろいろね、考えたり、そんな風にね、思ったり、まあ、わかる人にはね、伝わるのか、無理しないでね、ってね、昨日もね、一人の方がね、まあ、連絡くれたりとか、ちょっとね、返信がなかなかね、できずに、本当に申し訳ないんですけど、まあ、本当に、一日中寝てるようなね、そんなね、状態がね、続いている中、まあ、家族にもね、そんな、死にたいみたいなことをね、ポロッと言ってしまったりね、してしまうような、そんな状況なんですけど、本当にね、でもね、死んでしまったら、絶対悲しむ人がね、いるし、なんで相談してくれなかったんだろうとかね、そういうふうにね、言う人もね、いると思うし、まあ本当にね、相談できる人がいれば、まあ、すればいいし、まあ自分もね、会社の、まあ、そういったね、会社っていうか、が提携しているところでね、心の、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかそういうところにもね、何回か今ね、電話はして、相談したりして、まあ話はね、聞いてくれるんですけど、まあ、ちゃんとしたね、回答っていうか、そういったものはね、得られないんですけど、でもね、まあ話すだけでもかなりね、楽になるっていうようなね、なんか自分のね、心の、内なるね、まあ、こう、叫びみたいなものをね、話すだけでもね、かなりね、楽になるっていう。なのでね、まあ、死にたいってね、何回も言うと本当にね、もう死しかないんじゃないかな、みたいな、そういうふうにね、思うんで、まあ、死にたいんじゃない、生きたいんだ、僕は生きたいんだってね、まあ、言葉をね、変えてみる、まあ、っていうのもね、すごくね、手なんじゃないかな、なんてね、そんなこともね、思ったりしました。まあ、死にたいって言ってる人にね、対しては、死にたいぐらいね、苦しんだなっていうようなね、そんな風にね、思ってあげる。それでね、死にたいってね、言ってしまうようなね、人、なかなかこれね、聞いてもらえるのかどうかわかんないですけど、自分もそうなんですけど、死にたいじゃなくてね、生きたいってね、
生きるんだっていうようなね、そういうふうにね、言ってみ、言い換えてみるっていうのはね、すごくね、大事だなぁなんて、そんなこともね、思ったりもね、しました。なのでね、もしね、周りでね、死にたいって言ってる人がいたら、何かね、こう、死にたいぐらい辛いんだなって言ってね、何かね、大丈夫だよとかね、ついてるから、自分がついてるから大丈夫だよぐらいね、言ってあげる、死んじゃダメだよってね、言っても本当はね、死にたくないっていうね、まあそういったものから死にたいくらい苦しいんだよっていうようなね、そんなことをね、まあ言いたいっていうようなね、そんなことをね、ちょっとね、分かってもらいたいっていうことで、ちょっとね、自分も、まあ家族にね、そういった言葉をね、使ってしまって、ちょっとね、すごくね、反省して心配をね、かけてしまっているっていうものがね、すごくありますので、もしね、周りにそういった方がいたら、本当に、死にたいって言った時には、死にたいぐらい辛いっていう、そんなね、気持ちをね、ちょっとね、察してあげられればいいなぁなんて、そんなこともね、思いました。はい。ではね、今日はね、ちょっとね、暗い、すごいね、話題にね、なってしまって、申し訳ないんですけど、それでね、心配してくださる方、たくさんじゃないですけど、何人かの方がね、心配して、連絡くれたりしてるんですけど、ちょっとね、なかなか返信もできてなくて、本当にね、申し訳ないんですが、自分はね、絶対死ぬことはね、ないと思います。まだまだやりたいこともあるし、調子がいい時はね、動画もね、無理して撮影している場合もあるかもしれないんですけど、動画は本当にね、YouTube は本当に楽しくね、できていますし、仕事もね、できているっていうだけでもね、全然ね、他の、うつ病で苦しんでいる人よりね、まだ楽なのかもしれないんだけど、そうやってね、死にたいとかってね、出てしまうっていうのは、うつ病の恐ろしさだなぁなんてね、そんなこともね、考えておりもしました。はい。ではね、今日の話、本当に、ちょっと暗い話で、いいなぁなんて思う人もね、いないと思いますけど、もしよかったら、いいねをお願いします。またチャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録、お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。